あ、ございます。よろしくお願いします。今日、近っどうですか、心境のほどは。いや、もうなんか今日めちゃめちゃ楽しみで、何したろうみたいな。もうある程度この段階でプランは決まってる。あのね、スタートはこんな感じでいこうかなぐらいは、なんとなく、うん、でも中身は決めません。もう直前になっても決めません決めない。楽しみにしてますんで。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あざーす。だいぶ荷物が大きいですね。そうなんですよね。前にカバンの中身見せていただいたときに、違うやろ。あの時にコロコロ、要はショーの時持ってくるみたいなことをおっしゃってた。そうですね、こんな感じですね。ラワバッグと、よいしょ、あ、コーヒーだね。あ、コーヒーはもうあとムチがいっぱい。うわー、すごい。ムチがたくさん。こんな使うんですか。いや、使いません。ヤニが使いたくなっても大丈夫なように。あと、ろうそくと、ちょっと何使うか分からへんけど、いろいろ拘束具みたいなものとか、カラビナとか。こんなもんすかね。ろうそくってどんな感じなんですか。ろうそくこんな感じです。僕がいつも使ってるのは、知り合いに頼んで作っていただいてる四芯のろうそくです。え、特注。特注ですね、芯4本ある。芯が4本あるとドボドボ落ちるんで。あ、1本のものに比べたらドボドボドボっと落ちるんで、すごく好きです。市販のろうそくよりも温度が低い。いや、好きに設定できる。あ、そうなんですか。これ僕の知り合いに頼んでるんで、何度で作ってくれって言ったら、その大体その温度で作ってくれます。へえ。なんか40数度みたいなこと聞いたことあるんですけど。ああ、ものによりますね。本当に熱いのが好きな、仏壇ろうそくしか使わないっていう人もいますし。へえ、はい、これはもう全然みんな好き好きです。うん、はい、僕昔ものすごいぬるいろうそく使ってて、ショーの時に受け手さんに、ちょっとぬるすぎて気づけませんって言われた。スイッチ入ってたら気づけませんっていう人。そっか、確かに。もうだいぶこうやってライトも多いですし。そうですね、照り返しとかでね、はい、どうしても熱くなっちゃいますよね。そうなんですよね。ちょっと今日何使うか本当に何も決めてないので、まだこれからです。なるほど。これがいわゆる釣り床っていう。そうですね、本当はもっとこう天井に何かが、アンカーじゃないですけど、そういうものがあって、そこからこう縄を垂らして釣り床自分で作ったりもするんですけど、ここのスタジオは最初からこういったものがあるので、これにカラビナを取り付けて釣り床っていうふうにします。結構高さあるんですね。そうですね、ある程度ないと逆さ釣りとか頭ついちゃうので、わざとつけることもありますけども、自分でそれが選べるように。1m80、90、2m、ね、僕いつも 2m10 前後って決めてるんですよ。あ、そうなんですか。ここが 2m10 なので、この辺りですかね、うんうんうん、の高さって決めてるんで。へ、あんまりこうなんか届かないとかかっこ悪いじゃないですか。確かにそうです、はい。これを実際につけていくってなったら、どうやって、はい、ここに例えば真ん中に、はい、一番自重がかかるところ、だいたい主に背中の縄が多いです、うん、背中の縄をここにつけて、それ以外に例えば足を上げるんだったらこことか、こっちの足上げるんだったらこことかってバランスをとっていく。あ、基本もうここ一箇所で釣るような感じになる。そうです、そうです、これ一個です。へえ。そこに、さらに縄を足していくんだったら、こうカラビナを足していってっていうような形で、こう枝みたいなものを作っていくような感じ。はい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 。で、その釣られる方が横にビッと釣られたり、はい、こうなったりこうなったり。なるほどな。へえ、はい。前に、うん、竹で釣るみたいなことおっしゃってたじゃないですか。竹一本ダーンって横にぶら下げて。その時はここに竹を釣っていくようなイメージ。そうですね。ただ真ん中から竹一本ではダメなので、うん、その時にはこう両サイドに縄をこう均等にバランスして、うんうん、で竹の両サイドでこう押さえる感じ。ああ、なるほど。はい、でないとこう、こうなっちゃうんで。はいはいはい、はい、ぶっちゃけ竹で釣るのと、こういうカラビナだけで釣るのと、鉄心さんはどっちがお好きですか。あのね、竹の方が楽です。あ、そうなんですか。どこにでも縄かけるんで、うんうん、楽なんですけども、かっこいいですよね。まあ確かに金属好きなんですよね。どっち
自分が和のショーをするときは竹を使うことも多いですけども、うんうん、洋だとまずまずこっちですね。ってことは今日はコンセプト的には洋装で、はい、見ていただいた通り洋装です。和のときは着物着て、そうですね、着物着てやりますね。へえ、はい、じゃあ今度和バージョンも見てみたいです。和バージョンはぜひぜひショー楽しみにしてますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。動画をご覧いただきましてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントをぜひぜひいただけるととてもありがたいと思います。よろしくお願いします。またね。